素晴らしい。体力値が中程度増加する。よろめきダメージが中程度上昇。よろめき状態の敵を倒すと体力が10%回復。やったぜ。よし、これ強化しようぜ。いやー、もう余裕でマックスまでいけるんちゃうか、これ。なあ。え、よろずや13種の新たな兵の装具って書いてるけど。ふ まあ、わざわざこっちに戻る必要はないよね。よし。じゃあ、これを強化して終わりますか、今日は。ノリオだ。だが、他の層がおらぬな。ノリオ？ああ、そっかそっかそっか。それはちょっとまた後でな。我らの助けを止められはしません。酒井様、ノリオ、他の層はどこだ？ちょっと待って。鎧はお体に合ってます？ちょっと具合が悪いのじゃ。さあ、私にお任せください。うん、ドフーン。頑丈になりました。で、体力値がとても大きく増加する。よろめきダメージが中程度上昇。もう楽勝じゃないの、こんなん。うわあ、え、こんなんなっちゃうの？これで安全です。安全、すげえ。この見た目は変わんないのか。体力 20% 回復。とても大きく増加。やっちゃうよ。もうこの刃は通しません。よし。最強。では。あれ、今なんか雑談とかなかった？違ったか。え、すごい空見しちゃったかな。え、おぉ。急に。これちょっと、え、これ頭、あ、もう一式なのか。そうか。おお、素晴らしい。我、鬼武者なり。ってことで、じゃあ、今日はこの辺にして、次これですね、この最後の増票。総兵か。のりおくんのお話をやっていきたいと思います。のりおっち。あれですね。はい。ちゅうことで、今日はここまで。お疲れ様でした。ノリオだ。だが他の層がおらぬな。あ、どうも。12月19日、今日の対馬でございます。もうことで、我らの助けを止められはしません。カッチカチやぞ。ノリオ、見てみえ、ほら。ノリオ、他の層はどこだ？カッチカチやぞ。村のクスシを訓練するため杉寺から来てくれたのですが、猛虎にさらわれたのです。村は無事なのか？方針が猛虎に従ったおかげで。方針？抗う者は殺し、従う者に褒美を。やつらのやり口だ。手向かえばよかったものを。村のためを思ったのだろう。いずれ猛虎は戻る。ただ時を延ばしたに過ぎません。そのために我らがおるのだ。ノリちゃん、俺の鎧どう思う？どう？やりすぎ？
やりすぎ人事や。どこへ行ったか分かるか。茶畑の向こうへ行きました。茶畑や。足跡をたどるぞ。お、のりちゃんと一緒に行くの？のりちゃん、それなんかなぎなたの先っちょがガリガリいそうで。治療ができるのならば生かしておくはずだ。猛虎は道理が通じぬ獣ですよ。禁断者は？のりちゃん、その先っちょが俺に当たりそうです。すんげえ怖いんだけどさ。え？ここを通って茶畑の方へ。調べてみよう。のりちゃん、ちょっと待って。そこになんかさ、あるからさ。川。なかった？え？足跡ある？え？あれ、のりちゃんどこ行ったの？あっち行っちゃった。のりちゃん、俺のこと置いていかないでよ。おる？足跡なんかなくね？茶畑に戻れよ。え？あった？え？全然俺足跡見えないんだけど、のりちゃん。なんでずっと俺のこと置いていくの、のりりん。あれ？気力ねえな俺。これか？足跡だ。沼の方へ行ったか。よし。方針とは長い付き合いのようだな。争わぬようにと兄をいさめてくれました。兄は狼藉者か？いえ、でも怖いもの知らずでした。幼い頃、私はよくからかわれておりまして。大昔の話のようだな。それはもう大昔。ある時、袋詰めにされ木へ吊るされそうになったところを、兄が鬼のふりをして皆を追い払いました。鬼のふり？おかげでそれっきり。大した男ではないか。方針曰く、僧兵は怒りに駆られていると。ですが私のなぎなたは少ない犠牲で多くを救うもの。そこに怒りはありません。へえ。あ、途切れだ。のりちゃん、こっちか。ああ、ああ、夜が明けてきた。やだ、この鎧すんごい目立っちゃう。お、いた。のりちゃん、あれじゃねえのか。いました。お主は残れ。ソーラが捕まらぬようにな。蹴られてる。つい目立っとるなぁ。上のやつら全部片付けないとダメだな、これは。あら、どこ行った？あれ、どこ行った？もう一人いたよな。いた。え？あの、ダーチ、ネグバッ、オフ、もういいだろう。ガッドタンバッ。なんだあいつ。飯を探していただけなのに。エンエンドドーさん。
あいつやっつけた方がいいな。何人いるんだ。青かお前ら。おい、うどくちゃんだ。あっち二人。うわ。やらせてや。やばい。ナイス。ナイスのりちゃん。ちょっと待ってな、物資が大事だから。お前らの命より。頼む、命だけは。死んでたくない。飯を探していただけなのに。ここです。いや、逃がしてやる。何をしたというんだ。頼む、命だけは。蘇ったという侍はあなたか。見てわかるじゃろ。方針？いいえ、ですが取り逃した僧を猛虎が追っております。直に戻りましょう。酒井様、猛虎が来ます。ノリオ、生きていたか。お主ら下がっておれ。お、こら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 。あれ、うまっか。めい。ちょっと待ってんだよ。補充の方が大事だからよ。大丈夫？皆無事か？怪我人はおりません。方針は？他の猛虎が連れて行った。ノリオ、奴ら方針のことや杉寺の名を知っていたぞ。酒井様。え？なぜ方針だけは別に。腕利きの薬師ゆえに使い出があるのだろう。口さかしいからかも。猛虎を怒らせたと。方針ならばあり得ます。口さかし。そう答えをせくな。まず行き先を突き止めねば。では私が調べておきましょう。赤島の村で会おう。あまり気をもむな。ノリリン、気もみそうだな。あは、守りの護符。受けるダメージが中程度減少する。ここに行けと。はい。ん？そのトリコはどこ、どこあれなの？
あ、消えた。トリッコ。あれ？あ、いた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 。流人の矢へ、石川先生がおるはずだが。そういうこと？ちょっと石川先生の話はまた後だ。まずノリリンのクエストを終わらせよう。ノリちゃん、お待たせ。酒井様。ノリオ、皆方針を案じていますが、たまには気を休めないと。ああ、楽しんでおるようだな。昔の私のようです。菰田の戦の後、俺も変わってしまった。地獄でしたか、菰田か。ああ、皆討ち死に、浜は血を吸って真っ赤に染まり、まるで泥の沼。この世の景色ではない。我らは南へ向かい、日が暮れてひどい嵐で立ち往生に。ある村で休んでいましたが、悲鳴で起きると母屋が燃えていた。猛虎の仕業でした。縛られて金田へ運ばれ、その後は討ち死にの方がマジだ。方針の所在が分かりました。すぐに立つか。はい。におう。行き先は海岸の八重地。北へ向かう猛虎の船はそこで捕虜を乗せるのです。沖に出られたらしまいだな。拉致られちゃうの？酒井様、この戦を終えたらどうなさいます？いつか故郷の近江に戻り再興するつもりだ。私にもそんな気力があれば、これまでの人生道は明らかでした。悟りの境地を目指し。あ、乗るの？それでよかったのです。なら続ければいいだろう。入門したのは兄がいたからです。これからもずっと兄と共に修行していくものだと思っていました。こんなことになるとは。全てを奪われたわけではない。いつか猛虎は消えるが、お主の人生は続く。そうだぞ、のりちゃん。人生ではありません。え？死んでいった兄や仲間の供養をせねば。酒井様も菰田で死んだ者の命を背負っているのでは。そうだな。そうだな。死んだ者の分まで生きねば。ですがたやすくはありません。そうかもしれん。猛虎襲来前の人生が遠い昔のように思えます。人ごとのように。20年も経てば今日のこともそう思える。酒井様、方針は暴力を嫌うとお伝えしましたよね。僧兵を非難しておるそうだな。奴は武具すら嫌います。太刀も薙刀も。助け出したら何を好むのか教えてもらおう。間もなく野営です。あれか。え、突っ込むの？一番手は誰だ？倒しましょう。三人か。なぜめあっしぐるちめと。お、やった。はっ、おっしゃ。やり持ちを二人乗したぞ。うれっちくら。これましょう。
誰か囚われておるな。きっと方針です。俺ならば兵に見つからずたどり着ける。こんな鎧着てるけどね。猛虎の呪し術、呪しを上げて注意を引きましょう。その隙に救い出す。え、方針を助けたらあそこで会おう。私が遅れても気にせずに必ず方針を村まで届けてください。生きて証までお会いしましょう。呪しが上がったら方針を救う。御仏のご加護がありますように。うむ、あのりちゃんが呪しを上げてくれるの。頼んだぞのりちゃん。